読みたい本が見つかる話。こんにちは、浅井博明です。今回紹介するのは、冷静で優秀な薬剤師が活躍する小説、こちら遠山香織、薬も過ぎれば毒となる、ブス島香織の名推理。水尾颯太25歳、都内のビジネスホテルでフロント係として働き始めて3年目です。彼には深刻な悩みがありました。それが水虫。毎日革靴を履いてお客様に笑顔で接することが求められる仕事です。思えば半月ほど前、先輩の中年男性と飲みに行った際、酔っ払った先輩が颯太の靴を履いて帰りかけたということがありました。足の裏が痒くなったのはそれからしばらくしてのこと。ドラッグストアで購入した水虫薬では効き目がなく、ホテルの近くにある病院で塗り薬を処方してもらいました。薬剤師の指示通りに塗ったんですが、痒みが全然収まらない。症状が改善しないので、颯太は再び病院に行くことにしました。その医者は症状がむしろ悪化しているのを見て、もう一度同じ薬を試して治らないようならもっと強い薬を出すからとだけ言って、診察はあっけなく終了。どうも釈然としない気持ちで、颯太はその病院から一番近い調剤薬局へ出してもらった薬を受け取りに行きました。対応したのは眼鏡をかけた地味で暗い感じの女性。颯太の提出した処方箋を見て、この薬で症状は改善されましたかと聞いてきます。間違いなく指示された通りの方法で、指示された通りの分量を2週間も使用しているのに、一向に症状は良くならない。その先生は診察の時に、顕微鏡検査はしましたか。薬剤師の女性はどうやら病院の診察に疑問を感じている様子。あの医者は水虫の菌が存在しているのかちゃんとした検査もしないで、話を聞いて患部を見ただけで水虫と決めつけたようですが、この薬を2週間使って効果が全くないというのは絶対におかしい。その薬剤師は別の皮膚科で診察を受けることを勧めてくれたばかりか、どうやら先日母が買ってきた10足1000円の外国産の靴下にこのかゆみの原因があるかもしれないということまで推理してくれました。この薬剤師こそこの作品の主人公、ブス島香織さん。化粧っ気のない地味な風貌、クールで生真面目、無駄口は一切聞かない。しかしこと薬の話になると、がぜん前のめりで熱く語ってきます。薬剤師の仕事にプライドを持ち、自分が実験台になってでも効果や副作用を知ろうとする根っからの薬オタク。颯太は次第にこのブス島さんという不思議な女性に惹かれるようになり、何かにつけて彼女のもとへ相談に行くようになるんです。急に眠気に襲われるという同じホテルの従業員とか、袋に入っていた薬が足りなかったから持ってこいと薬局にクレームを入れてくる老人、ダイエット薬を格安で販売する病院など、薬が絡んだあらゆるトラブルをブス島さんが鋭い推理で解決に導いてくれるというようなお話を収録した連作短編集です。とにかく薬にまつわるうんちくが満載。最近ちょっと調子が悪いと感じた時に、実は意外なところに原因があって意外な薬で治ったりする、このブス島さんのような何でも知っている薬博士みたいな薬剤師というのは実在するかもしれませんね。とはいえ、薬を処方するのはあくまでもお医者さんです。薬剤師は診察をすることはできません。病院と薬局、医師と薬剤師の微妙な力関係とか、薬剤師という仕事の大変さ、難しさみたいなところも丁寧に教えてくれて、そういうお仕事小説としてもいろいろ勉強になるし楽しめます。かつては大学のミスコンで優勝したこともあるぐらい評判の美人で、華やかな青春を過ごしていたブス島さんが現在のような堅物の薬剤師になった、その背景には何があったのか、そしてブス島さんにすっかり恋をしてしまった颯太との関係は進展するのか、終盤にはそういったあたりもポイントになってきます。とにかく読みやすくて面白い、そして勉強になる、そんな小説です。よかったら読んでみてください。以上、今回は遠山香織、薬も過ぎれば毒となる、ブス島香織の名推理を紹介しました。 I hope you become a book lover. Adios.